脳梗塞の方で全身麻痺で寝たきりで、みたいな、座ってる、座れたっけあの人っていう感じだったんですけど、やっぱそれくらいなんか。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、再生医療を始めてから2年が経ちましたので、まあ、体の変化とか、まあ、再生医療に関することをちょっとお話ししていこうかなと思います。まず体のことですね。体の変化については、劇的な変化っていうのが皆さんが思ってるほどは多分ないです。で、私自身もじゃあ足を自力で動かせるようになったとか、なんかそういうのはないですが、やっぱり始めた頃と今とでは体幹の強さっていうのが多分変わってきて、2年前の春の歩行と比べてみます。実際2年前の方が歩けてるように見えるってパッと見は思うとは思うんですが、ちょっと形勢の強さもあって、春の足の出方というのは現在の方が少し小さいです。ですがお尻の位置が前より上がっていて、左右のブレも前より少ないので、全体的な体幹や重心の動かし方っていうのは2年前より上手くなっていると思います。なんていうんだろうな、これはものすごく伝えにくいんですが、自分がこう皮膚を触られてる感覚っていうのは変わってはない。昔から溝内から下のこの皮膚の感覚が変わってないんだけど、でももっとグッと押した時の感覚、こうもっと筋肉にアプローチするとか、骨に圧をかけるとか、そこまで行くとなんかね、ゼロではないっていう感じなの。そのお尻周りとか腰周りとかもなんかグッてされるとは分かるなっていう感じだし、もっと膝下くらいまで押されてもなんかあるかも、なんかされてるかもっていう感覚が増えました。前より確実に増えました。だからこう歩けるようになったとか、足を動かせるようになったっていう筋肉変化はないけど、そういう触られた感じっていうのはちょっと強くなったっていうのは私自身感じてるし、あとトイレ感覚、前はこううんちさんが漏れそうな時、お腹下した時にすごいゾワゾワするのが出てきましたよって、でそれをキャッチすることでトイレに行けば漏らすことが少なくなりましたっていう話はしてたと思うんですけど、もっともっとそれが分かりやすくなった、これそうかなじゃなくて、わこれは絶対下すわっていう、そのゾワゾワ感、お腹の痛さっていうのが分かってきたし、前よりもそのキャッチするスピードが多分速くなって、前はあやばいゾワゾワする、早く行かなきゃ、あでもやばいもう漏れちゃったっていうのがあったんですけど、キャッチしてからちょっと時間があってもすぐには漏れない、その間にトイレに行けば間に合うって、ちょっとインターバルがね長くなったっていうのがあります。でここ最近気づいたことなんですけど、今までは便の感覚なんですが、尿の感覚っていうのがなんかちょっと分かるかなっていうのが最近気づいたんですけど、膀胱に尿が溜まると膀胱ってこう多分張り感があると思うんですよね、おしっこが溜まってるから。だからその感覚がちょっとまず分かるようになってきたんです。前はそこまで強くは分からなかったんですけど、今はおしっこが溜まるとわすごい張ってるなって、膀胱張ってるなっていう感じがします。ただ我慢はできない、だから張ってるなって思って、トイレに行っても尿取りパッドに漏れてる時もあれば漏れてない時もあります。便器に座った途端にカテーテルを使わなくても出るようになってきたのも結構最近多いのと、尿がバーってこう出るから膀胱の中からおしっこはなくなるわけじゃないですか。そうするとその張り感っていうのがなくなって、あ今なんかおしっこ出てんだなっていう感じ、あなんか今すごい出てるわっていう感じがするようになったのはちょっと最近気づきました。この1年間仕事もありがたいことに忙しく、がっつりリハビリに入る時間って結構少なかったんですね。投与も本当は1ヶ月に1回しなきゃいけないのに2ヶ月とか空いちゃうこととかもありましたし、2年前までよりはリハの時間っていうのはちょっと少なくはなったと思うんですけど、それでも1年前よりの変化っていうのは私の中では感じています。私の変化はこういうね、皆さんにとって
すごく期待できる変化ではないと思いますし、でもそれをこう事実として伝えるのは私の役目なので、こういう変化がありますよっていうのは今後も再生医療を続けていく限りは発信していきたいと思います。であとその再生医療に関して私じゃなくて一緒に行っている患者さんをこう見てても、脳梗塞の方で全身麻痺で寝たきりでもう1年半なるかな、1年ちょっとなると思うんですけど、本当にもう来た時は寝たきりの状態で、足を少し動かしながらっていうくらいのリハビリだけだったんですが、私もこう山形と福岡を行ったり来たりしている中で、見ない会わない時ってその患者さんと会うあるじゃないですか。で、ある時にパッと同じタイミングで久々にリハビリに入った時にベッドの縁にこう、まあ、支えられながら座ってて、みたいな、座ってる、座れたっけあの人っていう感じだったんですけど、やっぱそれくらいなんかちょっと最近座れるくらいまで変化があってって、私が春をしてる時にその方がリハに入る時があるから、絶対どうしてもこう見ちゃうし、リハ頑張りましょうねっていう感じでこう、で目もやっぱりこう全身麻痺なので 目玉がこう上を向いてる状態だったんですけど、またここ最近久々に会ったら 目が上を向いてるのがちゃんとこうまっすぐになってて、で、はぁみたいな、そんな感じでしたっけっていうのをちゃんとお話ししたことないのに遠くからと喋りかけちゃうんですよ。そうすると反応してくださるんですよね。ちゃんとこうまばたきとかこう首をこううんうんとかうなずいてくださったりとかするから、すごいなって本当に思いました。その積損と脳梗塞の措置のね違いはありますけど、それでもこの再生医療幹細胞してる人を私は間近で見て、まあ自分も頑張んなきゃいけないけど、その人の変化がものすごくて、でもその人って本当にもう全身麻痺でいろんなところから断られてた人なんですけど、でもそれでもそういう変化があるっていう事実がやっぱりあるので、もっともっと本当に投与したらすぐ治るとか、投与したら変化が目に見えるとかっていう風なね治療が欲しいですけど、今はまだそういうのはないけど、でもそれでもこういう風な変化がある治療が今はあるんだっていうことがあるんじゃないかなと思います。で、また投与もそうですけど、やっぱりリハビリ、筋トレっていうのは大事だと思います。腹筋背筋私効かないけど、こううまくよいしょって起き上がることはできないけど、でもそれでもそれを使うような筋トレをするとやっぱり体幹って良くなるなと個人的に思ってます。どうぞ。顔だけはなんか上がってきてる感じ。え、でも頑張ってますよ。使えなかったところが使えるようになってるのは、やっぱり筋トレとか動かしてきた事実が積み重なって、バランス感覚っていうのは良くなってると思うので、再生量簡単にはやっぱりできない、金額的に簡単にはできないけど、お家で筋トレをする、ちょっと行けそうなジムに行って筋トレをするっていうだけでも、皆さんのその体の動き、バランスって変わってくると思うので、ぜひやってみてください。てか絶対に生活習慣病が本当に車椅子の人たちにとって問題視されていることなので、運動は本当にやってください。再生医療に関しては iPS 細胞であったり、まあ、その慶応の方とかね、なんかいろいろ今あると思うんですが、再生療法っていうものが今年改正になるそうなんです。でまたそこから、じゃあ本当に今やってる再生療って本当に大丈夫なのかっていうのが実際どうなのっていうところを見た時に、また皆さんにそういう説明とかお話ができる時が来るんじゃないかなと思います。まあ、私のチャンネルじゃないかもしれないです。その今お世話になっている AS メディカルサポートさんとか、その工芸会さん
とかが行ってるチャンネルもあるので、そっちの方で、まあ、詳しく説明するかもしれないですし、私の方でも少しお話しするかもしれないんですが、まずはちゃんと今後も再生量に関して新しい情報があれば、新しい変化があれば、発信していこうと思いますので、皆さんぜひチェックしてください。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。